はい、こんにちは、インフラエンジニアのゆうたです。今日はですね、Windows 10、あえてアンチウイルスソフトを買う必要は、ないです。こういうようなお話をしたいなというふうに思います。はい、なので、結論はですね、もうこの表題の通りで、わざわざそのウイルスバスターとかマッカフィーとか、ノートンとかカスペルスキーとか、いろんなサードパーティーのアンチウイルスソフト、アンチマルウェアソフトあるんですけれども、それを買う必要はないですよと、そういうような、話をですね、お話をしていきたいと思います。はい、で、こういうような話というか動画をですね、動画というか音声だけの動画をすごい半年以上前に上げてたんですけれども、すごいボソボソとした感じだったので、こうやって改めて動画でちょっと撮りたいなと思って、います。はい。というところでやっていきますね。はい。で、Windows 10にはですね、Windows Defender っていうマイクロソフト標準のアンチ、マルウェアソフトがついています。はい。で、いろんな機能、とあるんですけれども、有名な、わかりやすいところで言うと、ウイルス対策とか、ファイアウォールとかですね。なので、コンピューターウイルスがパソコンに侵入してきたときに、駆除してくれる機能だったり、外部からのネットワークを遮断する機能だったり、あとは、ブラウザで特定の、サイト、危険なサイトを覗いたときに、その URL をブロックしてくれる、見ないようにブロックしてくれるような機能とか、そういうようなセキュリティに関する、セキュリティレベルを上げるため の, 機能を、Windows Defender っていうのが担っています。はい、で標準で、もうすでにですね、Windows 10をインストールした時についてくるんですね。なので、どっか家電量販店から、パソコン買っても、もうすでについてきているわけなんですね。はい。で、この図がですね、AV コンパラティブ、こういうサイトがあるんですけれども、これどういうサイトかというとですね、不正な URL へのアクセスによる感染っていうのと、ウェブ上からそのファイルのダウンロードした時の感染、この2種類ですね。この2種類の攻撃を受けた時の、防御率を評価しているっていう、サイトがあるんですけれども、これがその2019年の5月のこのデータなんですね。はい。で、この赤く囲ったところがですね、このマイクロソフトって書いてあるので、これ Windows Defender の、ことを示しているんですけれども、で、この図の赤いところが、防げなかったもの、黄色いところがユーザーの設定によっては防げるところ、で、灰色のところが、防げたところ、で、この、この、波グラフって言うんでしたっけ、オレンジが、誤検知ですね。なんで、正常だったファイルを、マルウェア、コンピューターウイルスが、マルウェアとして、判断してしまったという、率ですね。で、これを見てみると、赤いところがまずないので、防げなかったっていうのは、このデータからは読み取れないわけです。だから未知の脅威については、このグラフには出てないと思うんですけれども、少なくともこの横並びで、同じウイルスというか、同じ攻撃、同じ動作をした時の、検知率としては、防げなかったものはまずないですと。で、黄色のところですね。なので、ユーザー設定によっては、防げるところは、ちょっと、あるというところです。なので、ちょっとずるな設定にしていると、多少は、防げないものもあると。で、灰色の率は、防げた率なんですけど、他のと、
較すると、まあ、そこそこな、あの、あれですね、みんな結構団子ですけれども、まあ、真ん中ぐらいじゃないですかね、団子の中で。で、大々のところ、誤検知率ですね。これはなんか、ま、圧倒的に多いみたいですね。はい。というところで、まあ、その少なくとも防げなかったっていうのは、まあ、赤いところがないということで、まあ、少なくとも防げなかったっていうのはないんですけれども、まあ、誤検知が圧倒的に目立つというところですね。で、これ他と比較しても、何ですか、少なくとも防げたっていう、ところからすると、まあ、ちゃんと、仕事は一応果たしているわけですよね。誤検知率は多いんですよ。というところで、まあ、他のと比較しても、その特筆して、悪いところって、まあ、ないので、まあ、ちゃんとした全然使えるソフトっていうところが、まあ、この図から判断できるわけなんですね。はい。というところで、まあ、もちろんね、いろんな趣味とかあると思うので、他のアンチマルウェアソフトを買っても全然いいと思うんですけれども、わざわざね、お金を出して買う必要って、まあ、果たしてあるのかっていうところなんですね。うん、だから、まあ、ちょっと今回のことをですね、総評しますと、小規模の会社だったり、まあ、個人で、Windows パソコンを使う場合っていうのは、まあ、わざわざ、サードパーティー製のアンチマルウェアソフトですね、ウイルスバスターとか、まあ、ノートンとか、そういうものを買う必要っていうのは、まあ、ないかなというふうに思うわけです。なんで、まあ、いろいろ喋ったんですけど、まあ、全然マイクロソフトの回し物というわけではないんですけれども、まあ、Windows Defender で十分ただでですね、そのまま標準の機能で仕事してくれるというところです。で、一応毎日ですね、Windows アップデートの中で、定義ファイルの更新っていうのもやっています。というところで、全然問題は、そんなに、さして問題はないかなといった感じなんですね。はい。だから、結構その家電量販店とか、まあ、電気屋さんとかで、まあ、パソコンを買うときにどうなんだろう、今ちょっと分かんないですけど、まあ、ウイルスバスターとかね、そういうのを勧められたときに、まあ、ちょっとね、この動画を思い出していただければなというふうに、思います。だからなんかね、販売する方もそのなんか無知につけ込むみたいなね、売り方ちょっと汚いですよね。思いますけどね、なんかすごいね、分かんない人にね、例えばそのおじいちゃんおばあちゃんとかにがパソコンを買いに来た時に、その別にね、標準でついてくるからいいものを、例えばおばあちゃん、ウイルス、コンピュータウイルスっていうのはとても危険だから、このウイルスバスターっていうのが必要なんですよって言われたら、その若い人買っちゃいますからね。うん、だからね、なので、まあまあ、そのね、売る方もビジネスなので、ビジネスだし、まあ、その人に多分インセンティブも入るので、まあ、そんなこともね、売ることが全てで、まあ、そういう考え方もあるとは思うんですけれども、ね、なので、まあ、その、なんていうのかな、まあ、そういう判断をするためにも、まあ、ちょっとこういうような知識を身につけておくと、もしかするとどっかで役立つことがあるかも、知れません。まあ、決してこのウイルスバスターとかね、そういうものをディスっているわけでは、ないですので、というところです。はい。はい。というところで今回の動画以上になります。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録もよろしくお願いします。また見てください。バイバイ。